か。奴らの生命にしがみつく必死の競争。よし、よし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 打ち勝てという試練と俺は受け取った。人の成長は未熟な過去に打ち勝つことだとな。え、お前もそうだろ、ジャンピエール・ポルナレフ。貴様はディアボロ。祖父のジョセフが私のザワールドの正体を、試験終了チャイム直前まで問題を解いている受験生のような必死こいた気分で教えてくれたというのに。近づかなきゃてめえをぶちのめせないんでな。ほほう、では十分近づくがよい。呪い呪い、ザ・ワールドは最強のスタンドだ。時間を止めずともスピードとパワーとて、お前のスタープラチナより上なのだ。俺のスタープラチナと同じタイプのスタンドだな。遠距離へはいけないが、パワーと精密な動きができる。貴様よりどのぐらいザ・ワールドのスタンドパワーが強いかちょいと試してみたかった。ま、試すほどでもなかったようだが。試すっていうのは傷にもならない、撫でるだけのことを言うのか。2万円の下ズボンは破れただよ。どうしてジョースター家というのはこう負けず嫌いなのだ。はあ、くだらん挑発に乗ってやって、もうちょっとだけ試してやるか。てめえが殺したエンヤバーに来いな。俺たちは初めからてめえを許す気はない。ディオから前金をもらっている。それをやるよ。やれやれ、てめえ正真正銘の史上最低の男だぜ。てめえのつけば。は
ッシュの速さ比べか。私は大きなさい。僕にはサンゾタイムが閉まったには東京を止まって。悪くなるんだからな。顔面の形の方が。